喋るよなんか。え？喋るよ。なんだろう。いやだから。いやのんびり。どっちかが入っていかないと始まんないじゃない。のんびりしてるからなんかあんのかな。暑いからね。そう。で今日は、うん、まあ、いよいよ最終回ってことで。待てよ。2回目なんだこれ。見てほら今日。何？これデートナ。デートナ。デートナ。デートナっつったらほらロレックスの中で言うと。大鳥だから。なるほど。小林幸子さんみたいな感じだよね。小林幸子ちょっと違うんじゃないかな。ちょっと違うかな。だから今日デートナーをやるにあたって、うん、まあ、いろいろ語ろうと。なるほどね。そう思ってますね。うん、で今日の時計は？今日はちょうどいいんだけどね。うん、これはデートナーっていうのは、うん、こう文字盤にね。デートナって書いてあるからデートナなわけよ、はい、だからデートナの前もこれクロノグラフっていう、うん、ストップウォッチ機能の設計なんだけども、はいはいはい、これロレックスはその、うん、もっと早いから作ってて、うん、これはそのデートナご先祖様みたいな、ご先祖様ね、うん、ちょっと見せて、これ俺らの時代だとコスモグラフとかって通ってたよね。そう、コスモグラフってしか書いてなかった時期もある、うん、なるほど。でこの後の品番これ6234ってなるけど、うんうん、この後6238ってなるんだけど、あれになるとなんかね、クロノグラフとかってなっちゃう。おお、なるほどな。でも今デートナー全部コスモグラフって書いてあるよね今ね、うん、書いてある書いてある、うん、ちょうどいいんだけど、これでもねこんなが入ってる機械が会社が共通してて、うん、バルジュー社っていう、バルジュー、バルジューね、うん、まあもう名機ですよね、はい、クロノグラフだったら、ね、うん、そうですね、うん、でここまでなんで大鳥とか言ってるかっていうと、うん、これだけねなんだかわかんないけどものすごい高くなっちゃったんだよね。うん、それは知ってる、うんうん、なんとなくね、うん、なんとなくでしょ、うん、なんとなくだけど、うん、こうなんかこう調べるのも嫌だよぐらいの値段になっちゃってて、うん、なんとなくいくらなんだろうみたいな人がすごいのよね。それはそうだね、うん、で差がありすぎねえか、いろんなところで。まあでもその時代を経てるから、うん、例えばパーツが変わっちゃったり、うん、なるほど、文字盤が交換用のになってたりとかっていうと、うんうんうん、またものすごいそういうのに検証を重ねる人が出てくるわけよ。まあ、それをそうして程度みたいに言うのが、うん、昔から言ってるんだけど、うん、その古いもの、うん、骨董的な価値のあるものの値が高いのは、うん、まあ、ちゃんと理由があって、うんうん、でいたずらにすごい安いのは、うん、まあ、俺ら家業の悪い癖だけど、ね、うん、なんか疑ってかかっちゃう、なんかあんじゃねえかっていう、うんうん、だからだいたい値段がコンディションがいいとかさ、なるほど、使ってないとかね、うん、そういう感じのが多い、うん、まあ、今これ見た外したやつこれすごい程度だねこれね。これはねでもねちょっとあのマットっていう文字盤のプリントの仕方なんだけど、うん、そうそうそう、文字盤がとにかく傷みやすいのよね。ちょっと黄色くなってくるね。あと、うん、茶色く焼けてきたりね、うん、茶色く焼けてきたりね。これはコンディションいい方だと、うん、まあ、それはそれで味があるっていう場合もあるけど、うん、まあこんな綺麗なのはないね、なかなか、うん、で本題行くか。デートナーだよね今日ね、うんうん、デートナーはね品番結構あるんだけど、うん、まあめったにないレアな品番もあったりするんだけど、うん、その最初に時系列的に解説するとね、はい、うん、まあ、よく集めたねだけどこれだけは、うん、いやあの通販でね全部揃えたんだよね、うん、テレビショッピングとか揃えてきたんだけど、うん、最初はねオイスターケースじゃないのよ、うん、デートなんて、うん、オイスターケースじゃない、うん、オイスターケースっていうのは、はい、オイスターってほら英語で何なの日本で言うと、うん、俺の嫌いなやつだね、牡蠣ね、貝食えないもんな、そうじゃない、牡蠣、うん、の殻のように、うん、っていう意味があって、うんうん、まあ、ロレックスは耐圧とかね耐水性昔から売りにしてるんだけども、うん、この頃ってここクロノグラフっていうのはストップウォッチの機能ついてるから、うん、こう押して針を動かさなきゃいけないんですね、はいはい、でここの針を押したりしなきゃいけないから、うん、どうしてもここからねここ耐圧できないのよ ね、うん、そうだね、だから最初のモデルとか俺がしてたね、うん、あのこのご先祖様とかはオイスターケースじゃないんだよ、うん、なるほど、オイスターっていうのは耐圧って意味なんだけど、うんうんうん、ここからどうしても耐圧保てないわけ最初の頃って、でだから文字盤にさオイスターって書いてないんだよ、ね、書いてない、うん、書いてないのよね、うんうんうん、オイスターのないロレックスなんてって感じだよな、まあそれもいいんだけどわけわかんないわけわかんないそれでその後に出るモデルって、まあ、ロレックスもいろいろ考えてね、うん、ここをネジでさ、ネジね、ただネジで耐圧を保つようにするんだけど、うんうん、ネジ緩めないと押せないのよね、ストップウォッチのところね、そう、うん、これ押さないよねこんなネジ一回締めたらねまあ、じゃあ必要があれば押す、俺こんだけ売ってるけどストップウォッチ機能使ってる人見たことないよね、デートナー買った人でね
まあ、大体ストップウォッチ の, あのただ秒針が動くっていうだけじゃなくて、うん、目的があるからね。あとストップウォッチをずっと動かし続けちゃってて、うん、これすぐネジそういうわけがわからないクレーム食らったことあるけどね、うん、で、ね、このオイスターゲスになってからの品番が、まあ、大別するとね、うん、まあ、大き一番多いのが6263と6265っていうの、うん、でその違いはこの2本ね、うん、6263ってこれほらちょっと表情違うでしょ、文字盤の色一緒だけど、うん、あ、ね、はいはいはい、うん、ここの周りがねベゼルって言うんだけど、うん、ここにまあ一応数字振ってあるのは、うん、タキメーターっつってね、計算尺の機能がついてるんだけど、うんうん、ここはプラスチックなんだな、うん、6263は、うん、で626はこれ金属なのよ、うん、でこれ俺はね俺個人のあれなんだけど、こうぶつけと割れんだよね、ひび入っちゃうのよね6263って。たまに見るね、うん、まあ、このプラスチックのベゼルってあのデータに限らず他のメーカーのでも つけてる場合あるけど、これでもねひび入ってるのあるよ、うん、こうひび入ったベゼルにひび入ったデイトナってさ、うん、欲しい？いらない。いらないよ。いらない。でベゼル変えようかってなるけど、うん、ロレックスの純正の当時のパーツ探すのっていうのは、うん、まあそれ昔も今もなんだけど、容易なことじゃない。そうだね。そう、昔は ロレックス部品持ってた頃は、うん、こうロレックスに修理出すと変えてくれたりしたんだけど、うんうんうん、まあ、今はねこのベゼルだけで何百万も世界になっちゃう。で俺そういう意味でね、この金属ベゼルの6265とか好きだけどね、ああそっかそっか、うん、まあ、あのでも傷はどっちにしたって大事に使わなきゃつくからね。そうね、で、まあ、ここまでの値段になっちゃうと、うん、普通にこれしてるとかっこいいけど、なんか嫌だよね。そうね、だからまあ普通、あの思い切ってバーってして、うん、あの男気を見せるとか女気を見せるとか、いや男気って問題じゃないと思うんだけど、いいんだけど、まあ、あとは値上がりするのを楽しむために大事に取っておくとか、そういうことになっちゃうの。まさかこんな俺若い時に金貯めて、うんうん、生まれて初めて自分の金で買った時計がデイトナなのよ、うん、おおすごいじゃん、うん、まあ、品番でいうと6239ってやつなんだけど、それ18万円だったんだよ。いやそんなもんでしょ。そんなもんだったよね、うん、でその時は俺記憶にもう確かにあるんだけど、うん、ポールとかもポール・ニューマンって後で説明するけど、うん、こう代わりの文字盤とかもたまに出てきて、うんうん、全然高くないんだよね。あのだってあれでしょ、その別にポールだからいくらとかそういう差はなかったんですか。なかったんだよね、うん、まあでもそれすごい遠い昔の話なんだけど、うん、俺ねでもその後やっぱりポール・ニューマンっていう昔ポール・ニューマンが大体ポール・ニューマンしてないよね。してないあれ どうしてポール・ニューマンになっちゃったのあれ。あだから映画で映画でデートナーの映画の時にしてたんじゃないの、うん、いやなんかあのサーキットでさポール・ニューマンがデートナーしてる当時の写真は俺何個見てんだけど、うん、ポール・ニューマンじゃないよねあれね。普通のデートナーだよねあれ。そうなのあれだと思ったんだよな、うん、俺の記憶だと、うん、でポール・ニューマンしてる写真が、うん、確か1カットか2カットあるんだけど、うん、それなんか後のやつじゃないのあれ。あそう、うん、なんかね、うん、ジェームス・ボンドとかポール・ニューマンとかね、うん、もう人の名前つけるのはあんまり俺たちの頃はこれそうだね、エキゾチックダイヤルって言ってた。エキゾチックダイヤルだよね。そうでしょ。そう言わなかった。それ言ってた。言ってたよね、うん、まあその秒針のな、うん、秒針じゃないこの積算系か、うん、それ あの刻みが40と45の違いだね。そうそう、うん、あとこんだけ何千万とかになっちゃって、うん、ポールとかってみんな縮めて言うじゃない、うん、ポールっていうのは軽くない、なんかちょっと言う軽いけど、こういう感じだよね。こういう感じだよね。それは違うポール真紀さんなんですね。あのエキゾチックダイヤルっていう言葉もまた復活させたいななんて思ったりするんだけどね、うん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 、お宝お宝。あとビッグとビッグデイトナってね、デイトナの表記が字が太いのとかそうじゃないのとかね、うん、はい、これあるんだけど、これ見てる人がよく見た方がいいよな、ね、